こんばんは。こんばんは。イエイ。なんか寂しい。特に何もするとかじゃないんですけど、見てください。タケ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 。やっぱり私が動物描くと、あの全て同じように見えるっていうのが分かりました。はい。バラありがとうございます。で全部一緒に見える。一応ウサギ、クマ、猫って書いたんですけど、同じ動物にしか見えません。同じに見えますよね、やっぱり。確かに似てる。もうウサギとクマなんてほとんど一緒だよね。そう、服違います。モーメント、あれは昼間着てました。はい、三つ子ちゃん。そうなんですよ。まあでもこれはこれで可愛いからいいかなって私は思ってる。どうすか、どうすか。でも個人的に一番好きなのは、まあウサギかな。ウサギが一番好きですかね。50ペペロンチーノありがとうございます。あ、年少三姉妹かと。だっていいですね、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 いいですね。じゃあ立ち位置的に真ん中がミレイちゃん、ミレイちゃん、かのミレイちゃん、アナン、かのちゃん、ミレイちゃん、アナンちゃん、カーンちゃん。いいね。今ミクルンも配信やってたかな。ちょっとね、見に行って星投げました。ギリギリだったからコメントできなかったけど、星だけ投げた、投げました。アナン猫、そうです、アナン猫。今日は部屋の片付けをしてました。もう下をスポンジでガッガッガッってなのやってやって、あとなんだよ、うわーってやって、うん、やった。で、なんか何度、何度っていうのかな、うちは何度って言ってるんですけど、杉山家では。何度、何度をなんか片付けて自分の部屋にするっていうやつをやって、そう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 、それを完成して、ちょっと日本語がちょっと分かんないんですけど、やって、なんかね、壁をコンクリートっていうか、打ちっぱなしっていうか、そういう感じにしたいんですよ。コンクリートっていうのかな、そうそう、わかる、コンクリートっていうかな、コンクリートの壁紙みたいなやつが売ってて、それにしたいんですけど、そうそう、それにしたいんですよ。だけどなんか、だから迷ってます。本当にそれにしたくて、なんか友達っていうか、友達がなんか一人してる子がいて、そうやって、それに影響されたわけじゃないんですけど、それをやりたいって言ったら、やってるよって言ってた子がいて、今人気なんだなって思いました。そう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 、アメリカンスタイルみたいな、そんな感じです、そんな感じ、そんな感じ。めっちゃおしゃれで、グレーっていうの、コンクリートみたいな、そうそう、それがめっちゃおしゃれで、それにしたいんですよね。壁紙をとりあえず、あのピンクの壁紙と緑の壁紙があるじゃないですか、ショールーム見てくださってる方はわかると思うんですけど、そうそうそう、この面を変えるのもいいんですけど、壁紙変えるのもったいないなって思って、違う部屋でやろうかなって思ってます。これめっちゃ適当、めっちゃうまく描いたつもりなんだけどな。そうそう、最近の女の子は好きらしいです、どうやら。どうやら私も好きらしいです。月月月一分、君に会わなきゃ。ね、熊崎さんの背景恐竜って前も言ってましたね。そう、壁の話をしてました。13歳、壁の話、いや壁の話そんなずっとできん。語る。今日、あ、今日は大人っぽいにしよう。どうな。おい。
ラブリンチョラブリンチョラブリンチョ激激ラブリンチョありがとうございます。誰に何を言われたって気にしない、だってだった一度きりの人生じゃないか、ボーイフレンドがいたって気にしない、ダラダランダラダラ、めっちゃ好きでずっと聞いてる本当に。恋に一番大事なのはダラララダダラダラララ、相手がどう思ってるかなんて全然関係ない、ズルスズルス好きになれだらけで、薄着はパーなのね。じゃあバーって一応書いてある。なんかニャーしか思いつかんくって、雲もわからんかったからとりあえずガオって書いて、ウサギはバーって書きました。なんて鳴き声かわかんなかったから、そう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 、そうですね、乃木坂さんね、私も知らなかったんですけど今日メールが来ましたね。え思った思った、バージョン何だ、ウサギの鳴き声ってうわーうわーそんな怖くないよね、なんて言うんだ、なんだろうね、ウサギの鳴き声誰か教えてください。ニャーだよ、ニャーはウサギいや猫でしょ、グーうわーブーブーウサギ、あ泣かない、そもそも泣かないかもしれん、泣かないかもしれんな、あピョンピョンそれ鳴き声ちゃう、確かに動き的にはピョンピョンかもしれん、なるほど泣かないか、えらいね、いいね。なんかアナもともとイケアで誕生日、去年の誕生日プレゼントにベッドを買ってもらったんですよ、誕生日プレゼントにね買ってもらったんですけど、なんかそれをもう誰かにあげて、家で誰かにあげて、なんかソファーベッドみたいなやつあるじゃないですか、使う時だけベッドにできて、やない時だけソファーにできるみたいな、あれアナ向いてんなって思って、あれちょっと頭の底にどこかにある、おいしい、ウサギはプープーらしいよ、初めて知った、それはそれは初めて知った、このやっぱり涙袋体操いいですよ、ほらでもなんかね、あこうやってつまむのどうかしら、どうかしらとか、どうやら声を出す声帯がなさそうです、なるほど、じゃあピョンピョンかな、あーじゃなかったあのでもなんかちょっと小動物系が怖くって、なんかモルモットを抱っこするみたいな機会があったんですけどできなかったっていう思いがある、そう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 、あー全然スクショしていいですよ、これなんて全然大丈夫、ソファーベッドは最初しかソファーにならないそれなめっちゃいいこと言うじゃん、絶対、あでもアナはマジでちゃんと片付けると思います、ご安心あれ、そうそう、えソファーベッドっていくらぐらいするんだろう ねこれは涙袋今日何にも触ってないんだけど、クマかな、何にも触ってないんです今日は、目にしみても世界は待っている熊崎さん、トトトトトントントン、ワニスタン、一瞬で飽きそう、そうアナさ本当に部屋も一瞬で飽きるから困るんですよね、ニトリとかニトリか、ナイキじゃなくて何だっけ、あの辺だよね、あでもあのソファーベッドってアナン本当にあの薄いやつをキュッキュッってできるやつをイメージしてるから、あの本当にそうニトリでいい多分、うん、ベージュか白かかな、あベージュじゃなくてグレーか白か、そうそうそう、あそうそう、イケアナイキ、なんかナイキが頭から離れなくて、そうですそうです、イケアさん、イケアかな、やってんのかな、こんちゃやってんのかな、イケアって、
見つめ合うだけでそっけないそぶりハッピーな日私ながコストコ行ったことあります。コストコ行ったことアフ、クマかサギが欲しいんですけど、あ、行けってことなくてコストコ行ったことある。なんか名古屋にできる前に大阪のイケアも行ったことあるし、あとなんか千葉のコストコの前を通ったことはある。車で通ったことはある。コストコ行きたいんですよね。コストコちゃんと買い物したことなくて、だけどコストコの商品は家にあるんですけど、なんかコストコの蜂蜜バターみたいなやつめっちゃ美味しいから行ったら買ってみてください。なんかこういう黄色い丸い箱になってて、あっち蜜であプーさんみたいなが食べるようなやつ、あっちがそんな壺みたいなやつじゃないんですけど、蜜です、蜜です、蜂蜜食べたいってやつがあるんですけど、めっちゃ好き今だから言える歌。ハニーバターお家にあるよ、めっちゃ美味しいですよね。パンとかピザ生地に塗っても美味しいんですよ。ベリベリグッドだぜ。そうそう、蜜です、蜜です、蜂蜜食べたい蜜です、蜜です、蜂蜜食べたい。四国にはコストコがない。え、コストコってどこにあんの？名古屋ってか愛知県と東京はあるよね。東京とか大阪とかにもありそうだけど、コロナ対策じゃなくて、嫌で休んでるわけじゃないのに夏休みないってマジですか？蜜です、蜜です、蜂蜜食べたいってやつがめっちゃ好きお前が自粛しろコロナくんみたいなやつ神戸にもあるんだって。漢字いっぱいでわかんないね、漢字いっぱいでわかんないけど、うん、その台詞、台詞って読むの、それ台詞好き、めっちゃ好きです。これなんか昔これアナンちゃんポーズだった気がする。懐かしい、昔モデルやってた時これ一回やったらめっちゃ笑われて、なんか指長く感じる。そうそう、あ、セリフ、え、それでセリフって読むの、めっちゃ自信満々肉まんみたいな感じで言っちゃったんだけど、台詞でセリフって読むんだ、ありがとうございます、いい勉強。別に君を求めてないけど横にいられると思い出す君のどなんか TikTok で流れてくる曲が良すぎてめっちゃ、あ、今日は LINE ミュージックを登録したんですよね。登録ってか有料会員になりました。だからもう LINE のミュージックも開放かけ放題、開放題、好きな部分、そう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 、めっちゃあんまん食べたい、あんまん食べれん、あなのにとか言わないで、食べれないんですよね、あんまん。てか、まんをあんま食べないかもしれない。かもしれないじゃなくて、まんを食べない。まんおじし。なんかあるよね、社会じゃない？なんか、で、それで一番、Spotify は有料は登録してないんですよ。だけど、Spotify って多分2週間ぐらいじゃないですか、なんか無料でいっぱい聴けるやつが。で、それが終わっちゃったから、使いにくくなって、LINE ミュージックだったら、LINE の今日ミュージックも借りれるから、ライミュージック登録しました。まだでも3ヶ月は無料だけどね。まあね、今後もお金払うつもりです。ラブリンちゃん、ありがとうございます、ありがとうございます。で、そのライミュージックのなんか一番人気の曲が香水だった、調べてみてください、今流行ってるんです。別に君を求めてないけど横にいられると思い出す君のドルチェ&ガバナのその香水のせいだよ。え、アップルミュージック、アップルミュージック、なんかねよくわかんなくてね。そうそうそう、学割です、学割。
誰の曲か分かんないけど、多分香水って調べてら出てくると思います。なんか友達もそれを LINE ミュージックにしてる子めっちゃ多い。15分経過しました。40日連続発信中。40日もう何にもお祝いとかしなきゃだ。イエーイ。香水じゃない香水ラブリンちゃんありがとうございます。パチパチパチ香水。あと最近気に入ってるのは何だっけ、何それ、君が僕以外の人をいつか選んでしまってさ、当たり前の毎日がだだんだんだみたいなやつがめっちゃ好き。 Amazon プライムミュージック、 Amazon プライムミュージックはやってないんです。でもなんかでももう自粛終わりそうじゃないですか、わかんないけどね。もうちょっと自粛中を有効に過ごせばよかったってすっごい今更後悔してる。もう一生多分こんなに休みがあることないと思うからね。え、同じ曲がいっぱいある。あ、洪水、香水、なんだろうな、なんか、え、でも一回聞いてみて、サビが別にから始まるんですよ。聞いてみてください、いろいろ。なんかもしくは LINE ミュージックの人気ナンバーワンみたいなやつが確か香水だった気がする。 Spotify いつでも間違え、あ、スーパーフライト、いつも間違えるの、なんとかして、戦艦、え、スーパーフライって間違えてた。あ、 Spotify とスーパーフライをそれ引っかかる。あ、な、 S から始まってるっていうのだけでしか見てないから、 S から始まるなら Spotify だなって思っちゃってるだって漢字がありすぎてわかんない、漢字がありすぎて全然わかんないです。エージンって人かな、あー、わかんない、そうかもしんない。ちょっと聞いてみて、途中から別にって入りますうん、ごめんごめん、え、でも雰囲気でここで分けてるからかな、どっちがいいんだろうね。人権談話、わかんない。ご時間ありがとうございます。別に君を求めてないけどって入ると思う。まあこの話はやめましょう。あと最近聴いてる曲は、あ、大好きだから、大好きだからみたいなやつ。あ、大好きな人、好きな人、あ、違うかな、あ、好きだから、大好きだから、あ、わかんないなあ、別にき、あ、出てきた、もう一丁星ありがとうございます。わーってなってた、津波かのようにすごかった今、ありがとうございます。あとはまあ好きになれただけで幸せだ、もう本当に好きなんですよね。あ、す、あ、そう、好きだから、大好きだから、 STU の私大好きな人も好きなんですけど、ルナカップリングのめっちゃ今発音良かった。あ、え、サザンなのあれ、私誰が歌ってるとかあんまりそこは全然調べないんですけど、え、そうなんだ、知らなかった。それはあと、あの、なんか何だったっけ、あの、また明日、じゃあ、また明日って言えることがこんなにも幸せなんだとってやつがめっちゃいいです。津波、あ、そう、津波みたいだった。最近地震多いですね、大丈夫ですか。私は全然アンパンマンです。あ、そばそばそいいな、何がだい、何かいいことあるかな、だからだらってたでてんでんでんでん、懐かしい、でん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 です、この手を引いて、うん、ボディファイだと、あ、ちゃちゃ、何、なんとかだと嵐が1位だった。ストリーミング世代の聴き方やな。ストリーミングとは、ストリーミングとは何、ストリーミングって。あとは、あと最近好きな曲は SKE とかだと、やっぱり48グループだと、今一番はあの好きになれただけで幸せだが一番好き。好きに、好きなのは、まあ、変わらず奇跡の流星群かな、奇跡の流星群かな。配信ってこと、配信世代の聞き方、おー、うん、ありがとうございます
お金を払って何回も何回も音楽を聴けるね。音楽っていいですよね。目が晴れたぐらい晴れた空聴いてるよ。めっちゃいいですよね。愛しいだらだんぽたわうわうわたたたんたたたんたたんやいやいやい。めっちゃ好きです。何回も MV 見るけど歌詞覚えられない。かきさんがめっちゃ好き本当に。目が腫れたらあかんな。穴めっちゃ腫れるんですよ。こっちがねめっちゃ腫れるんですよ。助けてピーポーです。渡り廊下走り軍は何それ、初めて聞きました。 Spotify 音質が良い感じですよね。そうなんですか。やっぱり違いますか、なんかどっかで。あ、でも Spotify はなんか音量でもなんかあれなんかみたいなけど聞いたことあるんですけど。AKB のユニットだよ。へえ、聞いてみます、聞いてみます、気持ちで聞いてみます。なんか面白いこと言ったなんか面白いこと言ったっけ。あ、走り廊下渡りたいか、ごめんごめん。遠藤さくらってのんのんじゃなかったですか。あんあんじゃなくて、それは完全にあんあんとも読めます。そう、あんあんはあんあんと思います。だからあんあんって書いてあったらあんあんとも間違えられます。どどどどどどどのんのん、のんのですね。ってのんのん、のんのか、のんのだ、のんのだ。あ、ちゃんとひらがなで書いてくださりありがとうございます。明日は13時からやります。はい、明日は13時からやります。了解です、了解、お願いします。じゃあちょっと今のうさぎちゃんたちを消して。坂道46の初恋ドアがめちゃくちゃめちゃくちゃ好き。初恋ドア聞いときます。何か、あ、待って、なんかねさっきのやつがねぶわって影出てきて。実は女優向きだと思います。あ、私実は、いやそれはかのんちゃん。まあ確かになんか演技レッスンとか確かやってた気がしたけど、東京まで行ってやってたね。懐かしい、めっちゃいい思い出です。めっちゃいい思い出だ、懐かしいな。何描こうかな、可愛い絵描きたいから。あ、めっちゃなんか元気ないかもしんないこの子。あ、でもなんか可愛いよ。あ、なんか可愛い、 LINE スタンプにしたいのみに可愛い。あ、なん LINE スタンプは絶対課金しずに貯める派なんですよ、地道なやつを見て。なんていうの、あの、あるじゃないですか、あるじゃないの、あれあれあるじゃないですか、サンリオでクロミちゃん、クロミちゃんか、あのクロミちゃんか、もしくはあのマイメロも好き、あでもシナモンも好き、まあよ、ポケモンだったらカビゴンが好き。全く分かる。あ、何の話しとったかも忘れちゃったじゃん。何の話しとったんだろう、何の話しとったかも普通に忘れちゃった。え、待って、何の話しとったっけ。あの、あの LINE スタンプ、あ、そうそう、 LINE のスタンプの話だ。 LINE スタンプ、あの絶対あのなんか一個動画見たら2ポイントもらえるみたいなやつをめっちゃ貯めて。好きな名古屋飯は、名古屋飯って何、うなぎパイ、あ、それ静岡だっけね。でもゆいちゃんに作り方教えてほしい。マフィン知らない、美味しそうな名前。
マフィンなんてあるんだ、かわいいですね。あ、さっき黒糖を飲んだって、いいですね。動画見んのしんどい、だけど地道に食べて買った時の達成感がすごい好き。でもなんか結局使わなかったなって思うのもたまにある。今回そうでした。前回貯めとったやつで買ったのがなんかちょっとあんまり使えないなっていう感じのだった。月の名古屋飯カツ丼いいですね。カツ丼、カツ丼って名古屋飯なの？あ、でもなんか名古屋ってなんかご飯の上に乗せたがる気がする。そんなことないかな。何回ぐらい見ないといけない、なんか色のやつがあるんですよ。なんか LINE の一番右のなんかポイント、なんかね LINE ポイントマネーみたいなやつがあるんですよ。そこを押してなんか2ポイントって書いてあるやつを見て友達追加するとかだけで2ポイントとか貯まって、それが全部貯まるとなんていうの、あれなんか50コインでだいたい買える、50コインか100コインなんですけど、ポイントはポイントの2倍がコインなんですよ。だから2ポイント貯まっても1コインなわけですよ。だから50ポイント貯まっても50コインのやつは買えないから、50コインのやつが欲しいなら100ポイント貯めなきゃいけないんですよ。そうそう、だから大変なんだよね。名古屋飯今んとこ出てないけど、あ、うっそん暇つぶし好きじゃないの。だから暇つぶすのは結構得意かな。結構大変なんですよ。それにしても腕が真っ白なの。え、そんなことないよ、めっちゃ黒いよ。あー、何買い取ったか忘れちゃった。あ、でもめっちゃ可愛いやつがかけてるので、ちょっとお待ちください。え、マジでこれ LINE スタンプにしたら売れちゃうかもね。あ、可愛いよ、めっちゃ可愛いよ。よいしょ、ペーパイナップアポペイ見てください。タカタカタン、わあ、かわいい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 よ、めっちゃかわいいよ。これ全部 LINE のスタンプにしたい。あ、めっちゃかわいくないですか、この目のちっちゃさがめっちゃかわいい。ちょっと太陽だけちょっとごめんね、めっちゃなんかふにゃふにゃしちゃってんだけど、めっちゃかわいい。ゆいちゃんスタンプ、暇つぶす、うん、は暇つぶしに食べに生きる金額じゃない、暇つぶし、あ、ひつまぶしか、ひつまぶしは暇つぶしに食べる金額じゃない、あれはそのままうなぎを乗せるだけでいいですよ。じゃあちょっと言葉を添えておきます。おはよう、この文字も可愛くね。おはよう、おやすみ、これはおやすみ、難しいの書くのが。おはよう、おやすみ。傘のスタンプは今から晴れるよ今から晴れるよだよ。あ、待って、ちょっとめっちゃ字が汚いですけどごめんなさい。今から晴れるよ、あとは曇りは意外と紫外線あるよ、気をつけてね。紫外線で字が分かんないけど意外は書けた。意外と紫外線あるよぐらいかな。今んとこ4つのスタンプができました。おやすみ、定番のおやすみ、おはよう、意外と曇りでも意外と紫外線あるよ、今から晴れるよ、なんてけ、こういうことだっけ、なんかあんなんね、夢にも何でも張って、なんか忘れたくさんやった、全然覚えてないけどダンス、ダンランランタタタタタ、あ、じゃあ生誕っていつか作るかもしれないんでスクショしといてください。今から晴れるよ、
はい、オッケー。もう少しでミレイちゃんがめっちゃグランドエスケープにハマってめっちゃ聴いてた最初の方。はい、じゃあ日焼けを、あ、じゃあちょっと独特なスタンプ作っていくから、あ、いいね、面白い。 LINE スタンプ作らないけど作りたい願望でやるやつ。 OK、 やめましょう。なんかちょっと変わった方が使うやつ、変わった方って変わったやつが使いたいなって思った時に使えるやつ。雑誌のアンなんて餃子の部屋の徹子さんがパンダの名前から持ってきて、なんか聞いたことあります、それ。なんかアンアンの歴史みたいなやつやってて、この間見てたんですよね。そう、パンダから取ったってのは知ってる。ちょっとアンアン運はなんか運命感じちゃうよね、そんなこと言われたら。あ、安定の餃子いきましょう。餃子って書けないんだよな。ちょっと頑張ってみますね。スイカみたいになりそうで怖いんだよね。やばくないこれ、全部に目つけてくる。1個目、餃子の部屋、餃子の部屋。あと案ありますか。あ、ペペロンチーノ、ペペロンチーノはかけないから、ペペロンチーノはかけないから、ペペロンチーノ、ペペロンチーノ、ちゃんと目がここにチュンチュンチュンって口もあります。ストロベリー、ベリーベリーストロベリー。そう思えば今日サーティワン食べました、美味しかった。ベリーベリーストロベリー、ちょっと目かけないな、これいちごじゃないとこに書こう。ベリーベリーストロベリー、ちゃんと一応いちごがいるんですけど、いちごよりお皿を引き立ってるっていうね。え、そうそうそう、サラさんがサラさんのショールームこの間ちょうど入った時にその話をしてくださってて、でまだコメントできない時間にやってたからなんかコメントできなかったんですけど、そう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 、めっちゃ嬉しいですってお伝えしといてください。ちょっとだんだん歪んできちゃった。あとは今日も安全運転でペペロン、今日も安全運転で行きましょうってやつやりたい。なんでやろうかな、車か、やっぱりこういう時は。あ、待って、めっちゃかわいい、やばい、これは T シャツのデザインにしたい並みに可愛いです。あんまり顔が目立たないよ、やばい、あんまり顔が目立たなくなっちゃった。ちょっと全然関係ないとこに目入れとこう。今日も安全運転で行こう。ちょっとでかいスタンプになっちゃった。でもまあかわいい、車ってわかるしね。サラさんってめっちゃなんかいつも背景がすごくないですか、めっちゃおしゃれなのっていつも、もうなんかもうめっちゃお金持ちそうっていつも思う。お寿司、お寿司はちょっと上に変なもの乗せたくないですか。上にどうしような、あ、じゃあアナンをお寿司にした感じですよ。アナンもとうとうお寿司になっちゃった。じゃあこれただの鬼みたいなんだけど、顔みたい、
アナンは何個も顔があるから右。はい、これアナン、これアナンがお寿司になっちゃいました。アナンがお寿司になっちゃいました。イエイ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 。はい、にぎって書いてある。にぎにぎにぎ。あとはあ、バナナ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 は感じ。あー、かわいい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 。あ、アナンポバナナかもしんない。これは結構、あー、かわいい。でもバナナに全然見えない。バナナン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 、かわいい、めっちゃかわいい。じゃあどっか行こうってやつ、どっか行こう。どっか行こうよ、どっか行こう、どっか行こうスタンプ。うん、どうやって書けばいいんだろう。あー、これはちょっと時間かかるやつですね。あ、でも凝っちゃうからやばい、何か全然わかんないんだけどこれ。あー、はい、どっか行こうスタンプ。これ分かったらすごい、これ分かったら多分もうあのアナンと美味しい前進しちゃって。あ、バラン書きます、バラン書きます。ここに空いてるから、ここはバランのためのスペースだよ。こうやって見るとめっちゃ可愛いね。あのボッカの里並みに難しい、ボッカの里並みに難しい。なんでしょうか。くるまくる俺よける、よけたらホチキスに止められる。懐かしい、この曲歌ったことあるっけ。めっちゃ懐かしい曲出ちゃった。誰もないね。正解は地図です。地図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 。まあ惜しいかとも言ったんですけど、年パスは違いますね。あんちゃんのこと話してたって。私も喋ってます嬉しい、ありがとうございます。多分一個上ですよね、私の。だから中坂さんと同い年。そう、絵の天才。愛知県書いてって言われて、あ、マジや、バラン書きますね。まあバランは簡単よ。これさ、コラボできたらいいのにね、ショールーム。はい、バランをかぶったアナンでした何気にでかい。でもバララン、あ、バララン、いいじゃん、バララン、バララン。愛知県書いてって誰か言われた。アナン、愛知県の方たち全く分かんないんですけど書いてみますね。はい、じゃあスクショタイム、これ消します。もうオッケー。あー、じゃあサラさんに、アナンちゃんは好きになれただけで幸せだが好きって伝えといてください。 STU だからちょうど。はい、よいしょっと、歌っちゃった。いつか共演したいですとお伝えしてください。お願いします、ありがとうございます。じゃあ愛知県を書きます。ちょっとじゃあまずちょっと覚悟しといてください。私の日本はちなみにこれ、私が書く日本はこれなので、これのまあ愛知バージョンみたいな感じだね。まずどんな感じ、全然わかんないんだけど、
愛知県がどこら辺？この辺か。こういう感じで書きますね。こうやって日本があってここだよ、愛知ここだよみたいな。愛知県はまあこの辺ですね多分。うん、どうしよう、全然わかんない。下の方も全然わかんないんだけど、愛知県で待って、タコみたいになってきた、足がいっぱいあるんだけど、やばくないこれ。あ、もうむしろこれいいかもしれん。あー、いいかもしれん。あ、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いので期待してください。これはこれは期待しちゃっていいやつだ。めっちゃ可愛いから、めっちゃ可愛いから、めっちゃ可愛いでー。ピエンクってピエンピン。あ、なんかちょっと戦ってきそうなんだけど、戦ってきそうで怖いな。んーならもう一層めっちゃ怖くしちゃう。ビヨーンビヨーン。んー、あと何したら怖くなる？あ、ちょ、牙ちょっとチクチクにする、もっとチクチクにする、チク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 。なんかいろいろこんな感じでふわーって書く。ふわちゃんこんな感じ。にゃん、はーい、イエーイ。ちょっと怖そうなのが、怖そうな愛知県ができました。元はこのチクチクはなかったんですけど、ちょっとチクチクを付け足したので、もう輪郭が何かが分かんなくなっちゃいましたね。はいって感じで、まあいい感じの愛知ができたかな。ライオンじゃないです、これは愛知県。どんな発想？もともと愛知の形が分かんなかったので、ちょっと書いてみて、なんかライオンみたいだなと思って、シャーって言いました。ライオンじゃないけど、ラブリンちゃんありがとうございます。ライオンにだって著作権があるから。うんうん、愛知だね、だね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 。あ、これがいいな、はい、オッケー。テレビ塔どこ？え、分かんない。な、愛知どこにあるか分かんない、どこに住んでるかも分かんない。ライオンと何の語？ライオンと愛知県とアナブラック愛知でも愛知県は爽やかです。本当はごめんなさい、力強さは伝わった。メリメリグッド、それは良かった。イエン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 。アナンちゃんどこなんか分かんない。これは買いたい、買いたいですか？あの愛知県ぐらいしかまともな形わかんないから、これでもだいぶ分かった方です。はい、口ひげがないので書き直し、あ、ごめんなさい。はい、取りました。はい、こんな感じです。こっちの背景がいいかしら、これねん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 、はい、チーズ。オッケー。服装いいね。ね、下は黒のスカート、全然見えないけどさ、今日はねカメラの位置がめっちゃ高いんですよ。もうね、あの、ここら辺ある、今あの立ってるんですけど、一応ここに座ってる。トゥ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 、アイチーズ。ねえ、愛しているなら全力でジャンプ。
でカラオケは前も言ったんですけど月曜日じゃなくて日曜日に変更したのでお願いします。好きなんだ君が好きなんだ初めて会った時から。明日は13時からです。皆さんフォローお願いします。ありがとうございます。いつも左だよね。キスだあてん左利き私目を閉じてき。どこが大人っぽいんですかって髪型だよ。いやただ単にここが分けたから大人っぽいかなって思っただけです。勉強配信は でもめっちゃ宿題あるんですよ。また宿題もめっちゃ増えちゃったからめっちゃ宿題あるんですけど、めっちゃあるんですけど、やばい。あ、そう、ちょっと今日はこっちに座ってる。左って言ってアナは右なんだけどね。こっちにしようかな。角度的にこっちの方がいいかもしれない。ちょっとこっちにします。そんなどうでもいいし。25歳ぐらいに見える。いや25歳ですけど何か。うふん。あなたにつまりだって左利き。でもなんか左なんかご飯は両利きだけど鉛筆は右じゃないと無理っていう人がいます。人がいますが友達がいます。そういうすごいね。めっちゃ器用めっちゃ器用。タカツイン大人っぽいと思ってました。うっそ何それ。タカツインイコール子供っぽいじゃないんだ。タタコン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 。本当になんかねアナね自然と外ま外羽なの。わかるかな。何も言ってないんだけどね。ふん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 。あまり立ったことが画面が歪むわ。ごめんなさいごめんなさい。やらさんときます。モーモナさんより後輩です。年は同じです。ふんふん。卓球するとき右右です。卓球は右利き基本的右です。ってか何でも右やなんは。その友達がどっちでも聞けるよっていう感じです。 AB 型って一人が好きらしいですよ。私に合ってる。アナなんて本当ザ AB 型だと思う。天才だけどバカみたいな。ある意味天才だけどある意味バカみたいなとことか。あと何だっけな。大人数が苦手。あ前これ言ったわ。そうアナ大人数あんま好きじゃない。好きなんですけど好きなんだけど盛り上がるときは絶対大人数がいいと思うんですけど、なんて言うんだろうね、たまには少人数でもいいかなって思うかな。そうある意味天才。そうそうそう。早く読んでた方がいいしね。さあ出かけようって曲がある。割と天才だとアナも思う。割と天才じゃなくて普通に天才だと思います。ラブリンズありがとうございます。自分的には左から取るとなんかこっちの方がいいって言われます。今日もねこっちの方が良くないですか。わかんないけどこっちの方がいいと思います。左しゃっくり、あのしゃっくりよるく出るんですよね。 SK は自称天才が割といるね。こういう人嘘嘘。ララ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 ラ。想像を上行く発想を良くするよ。想像斜め上行く、斜め斜め上行くってめっちゃ好きなんですよね。蜜です、蜜です。ハチミツ食べたい。めっちゃこれ好き。やばい、まだ今テーマソング YouTube だったら流しておきたい。ずっと蜜です、蜜です、ハチミツ食べたい、ハチミツ食べたい。プーさんの声がまだあの分かんないんですけどね。どんな声してるんですか。あ、なんだよ。それだとハチミツ食べたいって感じだと思う。可愛い声だと思います。いろんな意味です。
エコパのドキュメンタリー映画を描いて、ありがとうございます。笑ってる時あったっけ、あれめっちゃ見た、ドキュメンタリー。テレビでも見た気がする。癖が強いんだわ。そっかそっかそっか、似てる、マジで。やったねやったね、すごい女優推ししてくれる、ありがとうございます。でもまだね、あの台本を覚える記憶力がないからダメだね。そうそう、表現系はいいんだけどね、そこまでが無理かも。似てる？ちょっとアナディズニー系詳しくないからわかんないんですけど、嬉しいです。あ、ユニバか、プーさんって。プーさんはユニバだった。癖が強いんだわ。そう。トゥーン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 、駆け越しながら。演技レッスンは、なんか多分、ん？何？なんか台本が前に送られてきて、だいぶ前に送られてきて、1週間ぐらい前に送られてきて、それを毎回やって覚えてそこでやるみたいな感じだったと思う。あ、プーさんはディズニーだった。ディズニーだって。ユニバは一回行ったことあるんですけどね、行きたいなけどまだ無理だね。なんかディズニーが公式のチュロスの作り方と、あとあのフレンチトーストの作り方を出したじゃないですか。それを見てやりたいって言ったんですけど、中力粉がなくて、あ、でもなんか薄力粉と強力粉がなんか1対1で割ればいいらしいんですけどね。ディズニーはスヌーピーいるよ、スヌーちゃん。で食べてきたね、マジ似てる。ハチミツ食べたい、似てるんだ、すごいあ、この角度いいんちゃう、ネタがないんだね。今んとこはシゴレオンしんちゃんとプーさんと金田智子さん。最近ミニオンの映画見てる。おーおー、いいですね。姉貴2面白かったですよ。どっちも、あ、フナッシーも、フナッシーもフナッシーね、もうあの時できただけで一瞬だったんですよ。なんか2日ぐらいできたんですけど、フナッシーやしー、ほらなんかリニアがシーのシーだけ似てるんだけど、プーさんそんな元気じゃない。ハチミツ食べたい、フラッシーらしい、なんか似てないんだよ。フラッシーイヤホンの方ごめんなさい。フラッシーらしい、フラッシーらしいフラッシー、フラッシーらしい難しいフラッシーらしい、なんか似てないんだよ。なんかフラッシーの声かすれちゃったみたいになってる。マジ金田智子さんが一番得意だと思います。なんだろうね、フラッシーあの時めっちゃ上手だなって自分でも思ったんですよ、あの公演配信の時。止めます、ごめんなさい、イヤホンの方うるさいね、ごめんなさい。焼けクソミッキーでもいけそう。僕ミッキーだよ。でもやっぱり金田智子さんが一番かな。一番かな。あ、なんでさ、テンションがめっちゃ高く、ここがマガマックスだとしたら、もうちょっとマックスいける？ここら辺か。ここがマックスだとしたら、マックスまで行ったらこの辺まで下がるんですよ。まだいけるね。この辺が一番。底辺なんですけど。やん、ミッキー元気にしてた？元気じゃないな多分そうそう、高低差あるんですよね私。本当に夜行性すぎるから、夜の LINE とかめっちゃ盛り上がるタイプです。そうそう、あ、そう、ミニやったつもりでした今。ごめんなチャイコスウキーのみそさん、あー、めっちゃ書いちゃった。ハイテンションで疲れ下がるの、なんかそういうわけじゃないんだけど、情緒不安定って感じです。めっちゃ夜行性、深夜テンションにやられます。本当に SB 型の SK メモリー、伊田レオナさん、石黒ゆずきさん、みずきちゃん、少ないんだね。うっそ、知らなかったそれは。でも AB 型って本当珍しいって言いますもんね。うん、
実はショールーム終わってからがめっちゃ高い。でも本当にずっと一人一人が好きだから、あの本当に AB 型なので、ずっと一人でってやってることが多いんです。そうですそうです、好きだから大好きだから、タラタラタラトゥ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 。確かに、でもクラスにいなさそう。前のクラス1年生の時のクラスは3人ぐらいいたかな、2人か3人ぐらいいました。ラブリンちゃんありがとうございます。そうそう、それぐらいいましたね。今は、今のクラスは分かんないまだ。タタ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 。最近めっちゃ本当に音楽聴いてる。でも LINE ミュージック登録したからもう聴き放題だからめっちゃ嬉しい。音楽聴きながら寝たい。なんか寝ながらラジオみたいなやつあるじゃないですか、寝る10分前にどうですかみたいな YouTube の広告で流れてくるやつ。あれめっちゃつられてめっちゃダウンロードしたくなるんですけどやめてます、いつも。なんかそう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 、一人ほんと好きなんで、私一人でどこでも行けます。マジで一人で買い物行けますし、一人でご飯も行けるし、一人焼肉とかも全然行けます。なんか面白い、なんか寝るまで一緒にお話ししませんかみたいな、なんかラジオみたいなやつ、多分ラジオだと思うんですけど、ラジオです、ラジオ、普通にその方が一人で喋ってるラジオだと思うんですけど、でもなんかめっちゃいいって聞きます。なんか一人カラオケ全然行けると思います。本当に行きたい、まだその夢は叶ってないんですよ。全身待ってね、下は黒のスカート入ってます。待って全然見えないね、これ以上下げたら怖いんだよね、だからちょっと読みとくね。また見てくだ、また来てください。明日も1時からやるので明日は全身多分見せれると思う。下は黒のプリーツを履いてます。ジャージじゃないですマジでね。アナちゃんが ASMR したら、アナなんか前自分のあのイヤホンとかつけずに普通に ASMR ってかコリコリしてる音を iPhone の録音で撮ったらなんかそれをあモバメで送れたら送る、あ無理かも。なんかそのなんていうのなんかコリ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 みたいな、最後みたいなやつで終わって、 ASMR のそのコリコリしてる音よりみんな最後のって音が絶対気になる。前この話した気がするな。もうすでにラジオパーソナリティに負けてない。いやこんなんじゃ寝れなくない。その人のなんかめっちゃ声が良くて釣られそうになった。いやもう上はなんかビスチェ、いやここで結んであるんですけど、これは後ろまで繋がってるのね確か。 T シャツ1枚の T シャツです。なんか取れない、ここで縫ってあるんですよ。そう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 って感じです。陽気次に着替えてくるよとかやって次には着替えてきません。あそう読み聞かせみたいなやつです多分じゃないよ。でもアナはまあもう絶対先輩だからめっちゃ緊張して全然喋れないと思います。マジで本当に絶対緊張して。杉山アナです、お願いします。何歳ですか。13歳です、お願いしますとか言いそうです。本当に絶対緊張する、めっちゃ緊張します。めっちゃ緊張すると思うマジで、先輩めっちゃ緊張する。だんだんボロボロボロとは全然キャラ違う。めっちゃ陰キャにメガネが持って、こんにちは杉山アモンです。その最初そうなりそうで怖いです。陰キャじゃないんだけどね、陰キャじゃ全然陰キャじゃない、めっちゃ陽キャだと思うけど、めっちゃ陽キャだねって言われます。あのなんでだろうね、
最初だけ、いやそんな最初からさ、多分ピアノなんていける方いませんよ、わかんないけど。あのちょっと2回目からキャラ変わるパターンあるある、絶対私それ。パンパンパパパパパパンパンパン、あれこんなキャラだった、あなんて最初のショールームからこんな感じでしたっけ、あ面白いくらい。あの変なことにハマるからな、とにかく何かが起こる予感しか、え絶対アナ何も起こんないかは分からんね、だいぶ変わった、突然キャラ変わる子でいきましょう、あそれはそれで面白いね、ツッ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 ツ、40日間でだいぶ変わったかもなって、そんな変わったもん、顔映らずに。スタンバイユー、そんなに変わった、最初ってもっとおとなしかったですか、とりあえずあんなめっちゃ変顔好きだからいつでも変顔しちゃう、漢字読めないのも実はキャラなんで、いやキャラだったら嬉しいですねマジで。いやもうキャラって言っときます、じゃあキャラだったら嬉しいです、漢字読めたことに、紙読めた方が絶対いい、もともと子ど役、子供だった、うん、もっと子供だった、あ大人になったってこと、それはよかった、大人になったらしいです。だって昨日の写真見てね、2分でめっちゃ大人になるってやつだった。めっちゃ面白い、でも顔は本当になんか大人になったと思います、最近前髪が多分薄いたから、あの少なくなってきたからいい感じになったかなって感じです、前髪長いからそれもいいかなって感じです、はい、以上中継でした、バイバーイ、バイミーノス、はい皆さんこんにちは、今日も安全運転でペペロンチーノ、あらなことは杉山なんです、ピーこれはキャッチフレーズでありません、ピーこれはキャッチフレーズでありません。ペペロンチーノ今日も安全運転ね、ペペロンチーノ、よし決まったぜ、バナナオン、13歳で完成されてる、いや子供をストップはしたくないんです、キラーすらみねちゃん、イエーイ決まったぜ、イエイ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 、あー本当に美味しいよ、めちゃって、めちゃって本当に美味しいよ、幸せす花、この色味めっちゃ可愛くてですね、はあ、めっちゃ可愛くてですね、もうマイクにしちゃう、3回目、まだ3回しかしてなかった、宇宙に変わって、あーなーなんだそれ、なんだセーラームーン知らない時代なんですよね、なのにミレイちゃんなんか知ってたっていう、アナより先に生まれてた説ある。あとでも解いちゃった、ペン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 、名前書いてありますよ、はい、名前書いてありますよ、500、多分1日に2リットル飲むよ、1、2、3、4、4つ分ぐらい飲みます、
本当にお茶を飲む。だって本当に夏は本当に1リットルのやつを2本持ってったから。めっちゃ星ありがとうございます。やるいっぱい作れそう。いや向いてないマジで。今見てくれてる方全員がさフォローしてくれれば4000人に行くんだね。このお水筒500、多分500だと。500だよねこれ。1リットルってさめっちゃ太いやつですよね。そう氷めっちゃガンガン入ってる。あそうペットボトル1本分、ペットボトル1本分です。ペットボトル1本分と同じだと思う多分。じゃねー、バナナありがとうございます。僕の好きな最強ついてる、似合いすぎて気持ちする。あじゃあまあこんだけ飲みないのでなんか一個持ってるのがサカツインしながらあの最強ツインテール踊る、4000人行ったら踊るっていうのを言おうか迷ってたんですけど言っちゃったんですけど覚えなきゃね。 600ml 500じゃない多分、500だと思います。多分ダーン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 。でもこれからもいろいろ始まってきちゃうからね。多分こうやって言ってもそんな増えないと思うけど、増えたら嬉しいですけどね。ちなみに今何人ですか。氷は丸いですか。四角いです。四角いです。そうダンスいい、いいんだよマジで、いいんだいいんだよ。今3367減った？減った？タタタラタタラタラタ。ごめん、あなんか足踏みすると揺れちゃう。クリームソーダにホタテも入れたらやばいやばいやばい。オッケー。オッケーじゃないよね。マラカス形にお掃除してたらやばいやばいやばい。こっちこっちか、こっちこっちか、分かんないけど。嘘。減った気がする。あれ3367じゃなかった、一番いって。あ違う、57だったかな。そうです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 。ぜひフォローお願いします。シャキン。制服の君が今、じゃあ9時半までにします。9時半じゃない、9時半じゃなくて、9時半じゃなくて、あの何だっけ、9時半じゃなくて7時半にします。7時半までにします。7時半といっても、そう19時。このまま叫ぶ、枯れずに叫ばいい青空。あと2時間できるね。ね、できるけど私8時までしかできないから。これってなんか誕生日で16歳以上じゃないとダメなんですか、それとも高校生高1じゃないと22時までやっちゃいけない、どっちなんだろうね。16歳か、16じゃ。かのんちゃん本当にこの間できるようになったってことね。じゃあ誕生日早い方がいいんだね。あでもまだ当分先ですね。ミレイちゃんなんてまだまだだね。ね、そうかのんちゃんが原理そうだね。かのんちゃん、かのんちゃんまだ3年もあるの。高1まで3年だって。なんかいや、あと2年じゃない？ 2 年ちょい。ん？うん。2年ちょい。うん。朝配信もいつやろうね、いつやろうろうなんですけど、でも早めにやんないとってとこがアナにはあって。そうで、あっという間の少女だよ。月。そう、2年と2ヶ月だ。
トゥ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 うん、そうですね、学校、あーなるほどね、学校始まる前にね。でもレッスンもね、いつからあるんだろう、本当に一回やってみます、一回取りやる、やるつもり、やるつもりなんですけどね、いろいろね、あってね、できてないんですけど、いつかやります。あ、でも今日必須のあれが届いたからね、できるようになったから、来週かな、来週やります、早起き頑張ります。だから本当にもう10時までには寝なきゃね、4時に起きるなら。なの平均今1時なんだね、なんだでじゃなくて、なんだで、ダラダダ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 ダ、あ、忙しいからってこと？あ、なるほどね。まあね、朝やってみるのって絶対手ですよね。本当に朝やりたい。朝に2時間とか。長い？そんなことない？あれ、4時じゃないか。5時からか。5、6、7、8。4時間？ 4 時間はできないから。まあ3時間かな。7時までとかかな。中学の時は部活の朝練あったから早く寝てた。なるほどね。なんは朝起きます。一時期めっちゃ一番大変だった時が、朝起きます、朝6時に起きます、じゃあ5時50分に起きます、6時半に家出ます、あ違うか、ん、なんか朝練全然行ってないか忘れてたけど、5時50分ぐらいに起きて7時ぐらいに出てって、7時半から朝練で、で学校からすぐ帰ってきてレッスンっていう時が一番大変だったんですよね。あ、5時から8時で3時間です。ん、5、6、7、8、あ、そこそこそこ、じゃあ4数えとったな。こんばんは、ありがとうございます。継続するのは短めがいいよですね、だよね、あんな、なんな思う。朝は短めだと助かりますだね、だね。あ、じゃあ週末の朝とかだったらいいって感じですか、逆に。アイスクリームありがとうございます、ポムポムポリン。あ、そうね、なるほど。じゃあいろいろ考えます。朝は短めでないとなんちゃんも視聴者に抜かれるからね。なるほどね、なるほどね、ありがとうございます。じゃあそういたします。明日は、明日1時からやるって言ったよね。本当はなんか1時からやったら1時から4時とか3時、一番やる子そうじゃないですか明日だったら。9時から12時とかの方がいいけど、ママなんか1時からがいいあれだったけど、まあとりあえず明日は1時からにします、1時からにします、13時からやります。はい、ありがとうございます。そうします。はい、 OK 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 OKオッケー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 丸、あ、体が伸びるこのリボンは1、2、3、4、5、6、7、7個あるんだって。3色展開4色展開だった。4色、紫が1個ですね。オッケー牧場、なんか聞いたことあるな聞いたことあるな。10時11時ぐらいが見てくれる人多い感じですよね、ですよね。アナもそう思う。少なくなってる、少なくなってる、うっそ。前何個だった、ちなみに。
え8個だった、もしかしての。しかも多分これこっち向きだよね。全然いいんだけどね。なんか場所によって違うわ、多分これがずれてる。あっちゃう、あまあオッケー牧場怖い怖い、お化け出たかもしれん。うちこんばんは、フラありがとうございます、ありがとうございます。でもさ、なんかさ、イベント終わってちょっとやってた時よりかはなんか視聴者さん増えたなとは思う。まあ見返したらわかるけどね。あ確かに、えマジで怖い。ちなみに何色が減ったの、誰かわかる方います？あ紫、紫かな。ちゃん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 、差し込む光に色があるように、どんなものに。なんか40回もショールームやってるって感じしない。あのあでもそれぐらいか。最初の方何やってたっけ。あ最初は背景が桜だったんだ、桜だったんだ。で最初は青のブラウス着とった、懐かしい。その時から考えるとちょっと大人になった気がする。フラワー増えたリボン増やそう。なるほどね。ね、花貼っとった、懐かしい懐かしい。お花が咲いてたんですよね。トン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 トこうやってやるの好き、なぜか好きです。何度も笑ってしまう、そんな夏休みがもうすぐく、本当にもうすぐ夏休みですね。私に夏休みという存在はないと思いますか。あのオンライン授業とか絶対向いてない気がする。花と蝶々張ってたよね。あともう、うん、蝶々張ってたっけ。あそう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 、蝶々張ってた、蝶々張ってた。ねえ夏休みないですね。だね、夏休みはないですね、さすがに。私もそう思う、私もそう思う。あオンライン授業ね、前8個だった、8個だった。え数え間違い、 1,2,3,4,5,6,7 だよね。マジでお化け出たんじゃない。あそう、蝶々はあの見た目はめっちゃ可愛くて好きなんですけど、ちょっと怖いな。蝶々とか鳥とかが結局一番苦手、敵かも。あでも一番敵怖いのは人間かな。人間が結果一番怖いよ多分。灰色、灰色なんてあった。グレー、グレーですか。そんなやつが存在した。えこれ、これがもう一個あったの。あそれか、紫、紫がもう一個あった。急に正論、急にじゃなくていつも正論しか言ってないつもりですけど。うんーマジで。日本に生まれてきてよかったことシリーズいきましょう。13歳にして日本、いやもう人間は怖いですけど素晴らしいとこもあるからと思います。7個だった、あよかった、大丈夫、ちらつのりん。日本に生まれてきてよかった3つ、これ最近入って、なんか自分の中で私、あじゃあ第3位、あ1位2位3位ときますね。1位2位3位はご飯が美味しい。あこれ1番かな、ご飯が 1番かもしれない。じゃあ3つ、3つ言うことにしよう。1番、まず1つ目はご飯が美味しい。お寿司とかすき焼きは食べれないけど、すき焼きじゃなくてお寿司とか天ぷらとか味噌カツとかなんか丼盛りとか、まあ、ご飯が美味しくて私は和食が結構好きなので、食
く合います、うん、日本って本当にご飯美味しいと思う。外国行ったことないけど、海外より治安がいい。治安って何？治療が安いってことか。 あと水、お茶が飲めることね。あ、安全ってこと、安全ってことか。アジフライ多分食べれる。あとは、あとあれ、国旗が簡単なところ、これが一番だよ多分本当に国旗が簡単で、本当に日本って感じで、日本ってシンプル好きじゃないですか。本当にシンプルだから、もうなんかね、勉強しやすくて本当にすごくいいと思いますあとは、まあちょっとその難しい、ちょっと治安が安いというところかな。初めて聞きましたがそう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 、イングランドもシンプルじゃん。あ、青に黄色の丸かな。じゃあ OK。 まあとりあえず国旗とご飯かな。3つじゃなかった、2つだった。あ、無印良品があるところ、あ、他の国でもありそうだな。無印良品といえば国旗って感じシンプルだから。あ、それパレオ、あ、パラオ、パラオ、あ、パラパラン。暑すぎない、寒すぎない。暑いよ、暑すぎるし寒すぎる。あ、まあ極端にね、極端に、確かに極端の、極端にはないですね。イングランドは白地に赤のクロス、一緒じゃん、白地に赤のクロス、あ、赤地に白の丸ってことか。名古屋バツイ、かわいい子でありがとうございます。これはレピピアルマリオってとこです。レピピアルマリオ4999人の方ありがとうございます。ペコリンチョ、世界一簡単な国旗、思う思う。あ、逆に難しくってもよかったかもね。逆に難しくってもよかったかもね。あ、でもなんかアメリカとかみたいに星なんつとかわかんないけど、わかんないけどさ、難しいことはわかりません。わかんないわかんない、こんな好きになると思っていなかった。名古屋のバス停道路は怖い、怖いんだって。なんでなんでなんで、あ、確かに怖いけど都会は怖いですね。穴みたいな人がいっぱいいるから電車が時間通りに来る、あー確かに、穴マジで時間に正確な人だから、うん、それは困るかもな。確かに、あの、その国で生まれとったら多分問題ないと思うけど、この日本という地で生まれたからには、うんうんね、うんうんね、本当に確かに時間は大事だよ。だって待ち合わせしても来ないとかあるんですよね。いいんだ、牛が歩いてるぞ。花なんかいっぱいAB 型の人は時間に正確なの？いや、なめっちゃ時間に正確な性格わかんないわ。 AB 型とかじゃないんじゃないですか。それは相手が遅刻したら全然待つんですけど、本当にレッスンの時とかもめっちゃ早く家出たりとか、もうなんかついついちゃって1時間とか待つ時ありますよ。待ち時間別にないけど本当に遅れるの怖いから。そうね、そうね、相手が遅刻しても別に全然それはいいんですけど、でもそれよりも30分ぐらい早く行っちゃうから、結果でめっちゃ待つことになる。そうそう、モデル始めてからかもしれないですね。なんかレッスンの前は5分前に絶対つけましょうみたいな、そういうのもあったからかもしれないですけど、そういうのかもしれないです、わかんないけど、めっちゃ時間には正確、本当になんかよ、遅れるってことはよっぽどの理由がある時じゃないとないと思う。チズミンの得意、てかチズミンのは苦手だけど記憶力がいいんですよ、そういう面に関しては。なんか
方向音痴じゃないっていうのか、そう方向音痴じゃないんですよ、なんかこう見えてもめっちゃ方向音痴じゃないから、うん、結構覚えてる。ママなんより覚えてる。そうそう、ママなんより覚えてる。そう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 、ママなんよりは全然記憶力がいい。記憶力ってか方向音痴じゃない。そう、めっちゃ方向音痴じゃなくて、全然地理とか勉強とかできないくせに地図は読めないけど、それよりアナは聞くかもしれないです。なんか駅員さんとかなんか詳しそうなお店入ったりとかして聞くかもしれない。地図よりそっちの方が分かりやすい。まあ、あと都会とかだったらそのなんかある程度看板とか出てるよね、多分ね。聞くのが一番。行動派ね、なんかそうやって見ててもちまちましたやつアナ多分分かんないから、そう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 、聞いちゃいます。聞くと聞くことが多いです。うまい。麦茶最高。あ、外国とか行けんけどね。自分もよく外国人に道を聞かれるし、ママなんも聞かれたことあるって言ってた。パパなんも聞かれてるとこ見たことあるけど、アナなんはないね。まあ見た目からオーラが放ってる、頭が。おほほ。じゃあポジション教えるのうまそう。ポジション？水上の底にフォローお願いします。返せたら。次からやっとるかもしれんです。あなたに聞くのは相当勇気がいる。ほほ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 。 D とてててててってことで、あと2分になりました。あと2分になりましたってことで、今日もありがとうございました。明日13時からやるので明日も来てくだと嬉しいです。ってことで、え、合ってるよね。うん、合ってる合ってる合ってる。あと1分。はーい、ってことでありがとうございました。また明日もお待ちしてます。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。13時からお待ちしてます。またなん、またなん、バイバン。フォローお願いします。ありがとうございます。またなん、バイバン。